モンド、車のことは悪かった。フラッシュドライブを見つけるのにどこまで解体したんだ？6個の踊りは全部見つけたか？次はお前の番だ。車のネタはもうやってるからな。頼むから俺のベイビーは放っておいてくれ。頼むよ。上出来だトビアス。クソ真面目なやつだと思ってたが、俺のファイルを見つけたんだな。そうでもないようだな。悪趣味サイトのツアーは楽しんでもらえたが、まあ、ちなみに弾を攻められるのとポニーのコスプレどっちが好みだ？お前の番だ。ああレイモンド、ファイルを見つけちゃったか。バンカーから70年代ディスコが四六時中流れるのにやっと慣れてきたのに。あと車と MP3 プレイヤーとあとお前が行く先々の店でも曲が欲しければコピーしてやるよ。次はそっちだ。お見事だ、ファイルを見つけたか。今回は実に楽しませてもらったぜ。野暮な真似したくねえがルールだからな。いいかブルーは、本当はてめえを狙ってるやつなんていねえ。古いバンに乗ってたのは俺とローズだ。家に盗聴器やカメラを仕掛けたのもな。毎晩掃除するときに全部見つけるだろうと踏んでた。あ、そうそう、屋根板交換しとけよ。滑って死ぬところだった。次はてめえの番だ。ようやくファイルを見つけたか。それが何よりだ。あと5カ所しかお前に届けてないピザ屋はなかったからな。金曜のディナーは楽しんでもらえたか。38枚もあったらさすがに好きなのが見つかったろな。プラスに考えてみろ。配達員が駐車スペースを見つけられなくて遅れたから2枚は無料になった。次はお前の番だレイ。大してるぞ。どうやって今回のファイルを見つけたか知らないが、溶接装置でも買わないや分厚いニッケルをなんとかできなかったの。いつも言ってるだろ、溶接装置は必需品だ。いつ誰にコーヒーカップをテーブルに、椅子を床に、ショッピングカートを車の上に溶接されるか分かる。